こんにちは。TBTV チャレンジ第3弾ですかね。前回ですね、カタコン、コンドラックスで24度投げましたけど、今度はヤワコンでどうなるか見てみたいって声があったので、今日はヤワコンでですね、やってみます。はい。24本、重いっすね。めっちゃ重いっす。さあ、それではいっちゃいます。さあ、24頭ヤワコンを投げたらどういう風になるのか。さあ、行きます。いやー疲れるね、24連ちゃん。汗が出てきた。もうやっぱ落ちたか。花畑みたいな。でもなんかコンドルの場合ってなんかスカ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 なんか吸い込まれていくよね。スポッと入っていく感じ。おお何あれ。なんか面白い。やっぱ落ちるか。きつい。汗かいてきた。おお。こんな感じになりました。もう。あんまりグルーピングしてねえな。でもなんかコンドルの方が落下が少なかったね、前回に比べてね。こんな感じになりました。コンドルだと今みたいな感じっていうこと。それではさよなら。